雨です。阿武川ダム温泉に来ました。阿武川温泉キャンプ場タープ設営完了です。ストーブなしてツーリーグロップ持ってからね、電話しようかと思ったんよ。で、煙突が絵になるよ。川崎 のリサイクルの兄貴のアデスタです。エース今からできるよ。今からできます。さあ、こうやってこう、エース、はい、こうやってワイボーやってるの。いや、まあこれは持ち上げて、やってるの。あそこをもうちょっと下げたらいいんだけど。盛り盛り。パンをつけてくる。すごいね。なしてまた雨が。これだけ雨にしてまあ、A にあるんで、連休で大丈夫ですよ。これは火傷だよ。これ、真っ赤じゃん、これ。真っ赤これ、やりすぎだろ、これ。煙突が、煙突が、突が真っ赤じゃん、これ。いや、それが、やりすぎよ、これ。これはほんますごいわ。真っ赤なっぽんだよ。火が燃えてるよ、あれ。煙突から火が出よる。すごいね。すごいねこれ。真っ赤じゃん。真っ赤じゃん。これはすごいね。ステンがこんなに真っ赤になってるけど。おはようございます。朝です。今回新型トレンド初の車中泊をして。見ました。とりあえず室内はサンシェードで囲って、まあこんな感じです。おはようございます。ここは水が使えるけいですね。水もミラーあるから。朝飯の準備をしてます。昨日活躍したストーブ、これがあって助かりました。すごいよね、これはいいよね。これはいいわ。すごいよ。芝桜。
こちらには今から花が咲いていくツツジがあります、ね、リニューアルオープンは令和5年4月21日いろんな人がおりますね。最近あのワイヤーがこのあれか。ん？ダブルしてワイヤーがあってやってたじゃん。うん。上がない。いいですね。贅沢な時間だ。そう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 。うん。昼寝じゃないや、朝寝をせないと。あとゆっくり寝るといいね。は、定年だったらゆっくり寝る。日本人は何のか皆かよくなる。死ぬまで旗振られて。そうそう。覚えて。前だな。やばい。体が曲がれないと思う。旗振ったり掃除したり掃除したりする顔真っ黒の焼けてからほんで挙句の果て年金取り損ねて死なんにゃいけんようになるそれねえ、前だけいっそも国民は楽にならんいっそ国民は楽にならん